スターヒロジです。今日はですね、マダニっぽいのがちょっとついちゃったんで、ちょっと撮ってみたいと思います。ちょっとマダニ、ちょっとね、初めてなんで、マダニかどうかわかんないけど、多分マダニだと思います。これ、見えるかな？これ、多分マダニでしょ。ちょっとね、釣りから帰ってきたら、ついてたんで、これをね、ついに、これを使う時が来ました。スティックツイスターってやつ。まだ開けてないけど、これはスターアマゾンで売ってますね。これで試してみます。取れるかどうか。ただ、無理やりやるとなんか良くないっていうんで、口が残るっていうんで、これでちょっとやってみたいと思います。初使用ですね。やっと使う時が来たみたいな。二つ入ってて、これね、さほど高くないから、一応買っといたんだけど、なんかバールみたいな感じですね。バールみたいな感じになってます。ちょっとこれで、ちょっと大きめなんで多分大きい方でやってみますね。ただね、ちょっと、ちょっとね、カメラ今固定するけど、非常にやりづらいところにくっついてるんで、ちょっと設定します。見えるかな？非常にね、やりづらいところに、ついてます。見える？ちょっと、近くで、光が強すぎても、だから、ちょっと待ってください。これぐらいでいいかな？見えるかな？光が強すぎるかな？光を調整します。こんなもんかな？めっちゃ、ちょっとね、やりづらいところについてる。見える？ああ、くそ。本当はやってもらうのがいいんだけど、誰かに。見えるかな、これ。見えづらいね。非常に。でも足の場所が悪いから。これですね。ちょっとやってみます。ちょっと見えない手元が。これで、口元に。見えるかな？アップアップ。口元に、これを、ちょっと撮影と、難しいな、影になって。うまく撮れるかな？よいしょ。暗いよ、これ。危ない危ない。撮りながらっていうのがね、ちょっと難しい。影になって。こっちの方がいいな。ちょっとすいませんね。こっちを、こうやって。よいしょ。こんな感じかな。やってみます。これを。もうちょっといいとこについてくれるんだけどな。これでくるくる回す。ちょっと風呂場で発見したんでね、ちょっと潰しちゃったんだけど、まあ、口がついてるんでね。よいしょ、これで回すみたいに。回すと。取れるらしいんだけど。なかなか、うまく、ちょっとね、場所が悪いんだよな。ついてる。すげえやりにくい。あ、取れた。こんな感じで、ポロンって取れますね。多分、口はついてないと思うんだよね。口はついてないと思う。こんな感じで、取れました。マダニちゃんです。もう死んでんのかな？はい。これがですね、スターアマゾンで、簡単にね、マダニが取れちゃう、スティックですね。名前は、スティックツイスターっていうやつですね。これが、
安、これね、500円だっけな、すごい安い。で、あって損はないと思います、こういう事態のために。これなかったら、ね、ちょっとビビったね。買い置きしなかったら。安いんでね、買い置きするのもいいと思います。以上、マダニの撤去でした。うまく取れたかな。